形容詞、副詞24、二十四文全体を修飾する副詞の練習会です。まずはおさらいね。こちら、はい、Obviously S V で明らかに S が V する、Luckily、f o r t u n a t l y ほにゃほにゃね、え、幸運なことにほにゃほにゃ、Probably S V で多分おそらく何何という形です。ですからもうタイトルがね、わーって感じですけれども、実際使ってみればなんてことないんでね。 ぜひね、えー、今回の練習を通して完全に身につけちゃってくださいそれではスタートですはい練習です問題はこちらン次の英文を日本語に訳しなさい2つ用意しました Probably he will come to the party はいもうこれ全然ひねりないから先にね多分 彼はパーーティーに来るでしょうはいこのようになります。いいですね。この彼がパーティーに来るでしょうという文全体を p プラヴァブリ y が就職しているということです。はい、下。Fortunately, at Wiggle Cash last train last night. ラストラインラスト h イということでラストの意味がね2つね並んでます。こっちのラストは最後の列車でラスト h イのラストは昨夜という意味、ね、ちょっとふざけてね「The last train last night」なんていうふうになっていますがこの塊全体文全体を、ね、幸運なことにというフォーチュネートリーが就職しています。はい 幸運なことに私たちは昨夜最終列車に乗ることができた乗れたはいこのようになります ねえー「キャッチ」はね、えー、乗り物に間に合う。で反対の意味が「ミス」ね「ミス失敗する」っていう意味もあるけれども目的が後ろに来た場合には「乗り物に乗り損ねる」という意味だね。 「幸運なことに私たちは昨夜最終列車に乗れた」ね「間に合った」うん「幸運なことに」っていうくらい一体どんな最終列車でどんな状況だったのかっていろいろ考えちゃいますけれどもねはい「Fortunately が w e i g e o catch the last train last night」「Catch the last train last night」っていうねラストラストをね使い分ける「キャッチ」の意味なんていうことも含めて「 コーチュネトリーが就職するという形を作ってみました。はい、ポイントバッチリだね。入試レベルにチャレンジ。問題はこちら。ン正しい英文になるように括弧内に適する語句を次の選択肢から選びなさい。クーラーイスターリルとレインビフォーウィーガーアーム私たちが帰宅する前に雨が降り始めちゃったと。とこうなってます。 ちなみにこのホームは福祉なのでね「えー、ゲット」過去形の「ガット」にかかってます。to とかいらないからねこのホームは場所の福祉ね。場所の福祉です。ね福祉の話の最初にやったあれね。全知識つけないよっていうこと。はいじゃあ内容をもう一回見ると「帰宅前に雨が降り始めちゃったやったー!」。 雨に濡れることできたって、ちっちゃい子だったら思うかもしれないけど。普通ね、なんだよ、もう濡れちゃったしって感じだよね。アーベアスリー、明らかに。え <laughs> ちょっと変だよね。はい、ということで、正解は一番。はい、まあ、不幸なことに。で、いいんですけれども。まあ、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 残念なことに。ぐらいで訳してもいいわけです。 はい、まあ「残念ながら」とかでもいいよね「フォーチュネトリー」を「アンフォーチュネトリー」というふうにすると「ああもう残念だわもう家に着く前に雨降り始めたあとちょっとだったね、もう濡れちゃったし」という形になるわけです。はいですから今回はこの文全体を「アンフォーチュネトリー」が就職しているということになります。 はい今回のテーマ文全体を就職する副詞 Unfortunately これで締めてみましたポイント掴めたねはいというわけでね文全体をね就職する副詞ちょっとややこしい名前でしたけれども働きは簡単でしたで副詞っていうものがね、うん、名詞を修飾する形容詞以外の全 全部のの就職後の働ききを引き受けていますですから丁寧に読めるようになったらですね福祉を見つけたらどこにかかるのかっていうのをきちんと考えるそしてね一番最初に福祉の学習の一番最初にやった、ね、場所の福祉特に注意してね前置詞つけちゃったりするけど名詞じゃないから福祉だからねうん逆に言うとこのようにねポイントをキュッと絞れば福祉の学習はすぐに終わるしね理解しやすいところになってくるわけです。 はい、ということで今回は文全体を修飾する副詞について学んでみました。